こんにちは天馬アカデミー堀秀です今日はオーストラリアアマゾンの、まあ、売れてる商品の見分け方ですね。えー、これについてお話します。えー、もう FBA が始まって1ヶ月、えー、以上経ってますんで、今あるカタログでね、えー、ある程度 FBA の商品入って値段も妥当な商品は、売れるものは売れてるとで。売れてないものはね、カタログあるいは商品に問題があるんで、 売れてる商品を見つけて、その商品を出品するというふうにしてください。で、売れてる商品の見分け方、ねえー、なんですけど、まず、まあ、商品のカタログページでね、この、プロダクトディテールっていうところを開いてください。で、えー、こんな風に、い、え、ろ、ー、んな項目が書いてあります。でね、これランキング、どこにもね、えー、ランキングって出てこないんで、ランキングない つまり Amazon でこのカタログは制約してません。まあ、カタログか商品に問題があると。商品にそもそも需要がないか。あるいは商品を探している購入希望者が見つけにくいカタログなのか。ね、タイトルとか、その辺で見つけにくいカタログなのか。まあ、いずれにせよ、まあ、売れてないカタログの商品は、まあ、今後も売れない可能性が高いと。一方、売れているカタログというのは、この Amazon ベストセラーズランクっていうのがついています。 ランキングがある商品を販売しましょう。でランキングってのは出てくるとね、どうしても何位以上なら売れるんですかというのを気になると思うんですけど、まあそれはね、気にしない方がいいです。というのは今の段階、まだまだね、アマゾン、まあ、利用者も販売者も購入者も全然ね、オーストラリアは数が少ないんで、まあ、ランキングってのはちょっと売れるとすぐ上がったりね、するんで、あんまりこれ参考にしてもね、意味ないです。で 売売れれば売ればるほど値段は普通落っこちてきます。だからね、あんま売れないけど、まあ、差額が取れるという商品をね、えー、何個、あるいは何十個かあるのが一番儲かる、えー、効率よく儲かる状態なんで、ランキングをね、すごいいいもの、いいものって気にして、えー、売れる商品だけを扱うってことは、基本的に相当大量に売らないと儲からない、薄利多倍状態になりやすいです。薄利多倍はね、すごいストレスかかります。 何しろね回すお金は増えますし、一発ね、アカウント削除とかされて売り上げ取り上げられたら、それでね、どうしたらいいんだという状態になるんで、まあ、できるだけ利益を多くね、ね売り上げはそんな増やさないというやり方がね、やっぱ Amazon の場合は、ストレスかけずにやる方法なんで、まあ、そういう方法でね、サポートしてきますんで、ランキングは気にしない方がいいです。 逆に自分はね、えー、すごい心臓,心臓に毛が生えてて、えー、ストレスには相当耐えられるんでね、ガンガン売り上げ上げたいという場合はね、えー、おっしゃっていただければ、えー、その方向でサポートしますけど、あんまりお勧めしないですね。えー、どうしましょうってなった時まあなんとかなりますよって言ってね、そうですねって笑えるようなキャラクターじゃないと、その白衣た場合はお勧めしないという感じです。まあちょっと話が逸れちゃいましたけど、ね、えー、この Amazon ベストセラーズランク、 これがある商品は売れたことがあると。で、Amazon ベストセラーズランクが見当たらない商品は売れてないというのをね、覚えて商品探しをしてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。